ホクロア教会ホクロア教会はアメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島の西海岸南小原にあるキリスト教会で1856年の創立である。ハワイ語で北イコール聖、ロアイコール遠いを意味しホクロアは明けの明星イコール総長に見える金星のことである。ホクロア教会はアメリカ合衆国ハワイ州のハワイ島西海岸の集落 プワコと共に歩んできた。プワコは岩海岸で陸上の作物はあまりできないが、ハワイ先住民は海岸で採れる塩と魚で、他地域の作物と交換して生きてきた。1832年に、後にハワイでよく歌われる歌、ハワイアロハを作詞することになる、ロレンゾ・ライオンズがボストンからハワイ島へ米国回収派協会の宣教師として到着して、 南小原地区のアイメアに落ち着いた。彼はプアコをよく訪れて、ここに大きな集会を開き、1958年にはカメハメハ三世から土地を与えられて、教会堂の建設が始まり、1860年には教会が完成した。教会付属の学校も作られて、周りでサトウキビの栽培も始まり、プアコはハワイ先住民が大部分で大いに発展した。 しかし、サトウキビプランテーションは1914年には閉鎖されて、プアコには7家族しか残らなかったと言われる。1920年代には、学校も焼けて、その後建て替えられることはなく、1914年から1965年まで、教会は時々利用されるだけで、おおむね放置された。ホクロア教会の内部、 1950年代になると、プアコへの道路が作られて、それに沿った土地が163ロットに分譲されて、多くの人たちが移り住んだ。1950から1960年代はすぐ、北のカワイハエまで2時間かかったが、1964年になるとこの道が舗装されて、1975年には、南のカイルアコナからカワイハエに至るハワイ州道190号線が、 完成した。まもなく、ホクロア教会の改修が始まり、これは1990年代まで断続的に続いた。米国改修派教会は、最近他の教会と合同して、キリスト連合協会と呼ばれるようになった。また、この教会はウェディングにも解放されている。ホクロア教会は、ワイアレアビーチ、ゼネラルストアなどとともに、プアコの有名書となっている。 ありがとうございます。